連動行われるということですね。でどうやって、あ、びっくりした、3人がボディチェック受けたからどうするのかと思った。そういうことですね、はい。まあ、当然この、ね、まずは山田対井上貴子の試合で、はい、2連勝したら、まあ、その人が、先ほどですね、トヨタマナミから返上されましたオルパスティックの人といい顔してましたよね、はい、まあ、巻くということですけれども、これ、まずは、はい、第一戦非常に大切ですよね。貴子感になってますよね、うん、いや、それにしても貴子のこの真っ黒のコスチュームというのはですね、なんともこのワイルドな雰囲気といいましょうか。悪魔の女です。悪魔の女、はい、なるほど、全くそういった雰囲気、なん貴子の、貴子の強みというのは、あの相手がこうやってロープに上がってきても、はい、なんかのほら、エンジニーとかありますよ ね、 そうですね、それの代わりに、はい、喉輪で落とせるという非常に便利なね、はい、やり方がありますから、ね、山田の曲げっぱなしジャーマー、うん、巴戦ということを意識しているんでしょうか、まあ、両者とも非常に短期決戦を狙っている、ね、はい、ような感じですよね。でも、まあ、どのぐらいの試合の長さというか、まあ、分かんないから、とにかくセーブすることもできないしね、力を、はい、まあ、そしてこの放送席のですね、真ん前にどっかりとですね、出番を待つこのレジーベネットのですね、大きな大きな背中があるわけですけれども、勝った方がレジってあるんですか。勝った方がレジですから、はい、レジ有利、まあ、かなり有利ですね、はい、そうだ、1戦目に戦っちゃいけないんですよ、これきっと、うん、まあ、ただそのレジが次勝ってもまた次やんなきゃいけないですね。そうですね、これは下手するとですね、延々と試合が続いてしまう可能性がある。2本取るまで、2本、はい、連続で勝った負けたが繰り返されると延々と試合が続いてしまうというですね、恐ろしいルールなわけですけれども、でもいいですね、黒いリングシューズを履いている選手非常に少ないんで、女子の場合、ね、はい、黒似合う人少ないじゃないですか、これはいや、むちゃくちゃ、ね、似合いますね、この黒のコスチュームは。デザインは同じなんですよ、はい、いつもと、はい、ちょっと素材とスカートみたいなひらひらがついてて、可愛い、素材と色がガラッと変わってきましたけれども、さあ一方の山田もね、なんていうんですか、エメラルドブルーと言いましょうか、蛍光色でまとめてきましたけどね、まあ、このビッグマッチというところの選手のニューコスチュームというのも一つ、楽しみの一つじゃないかという気がします。今ここで見ている1万何千人の観客にとっては、はい、山田選手と井上貴子のキャリアの差なんてものは全然気にしてないというか、うん、知りもしないんですね、はい、いい試合した方が勝ちですね、とにかく全ての風向きは山田に不利な方になってますね、今のプロレス、全ての風向きが全ての風向きが山田に不利になってますから、今日は本当はその意味で大きなチャンスなんですよね、はい、まあ、このところそのね、山田の、まあ、なんて言うんでしょう、スタイルと言いましょうか、ポジションと言いましょうか、非常に微妙になってきましたよね。とりあえずだからどうでしょう、はい、トヨタマナミと山田敏夫というのをタッグがあったことは、はい、あれはもう解体ちゃんとして完全にしましたね、そして一方トヨタは亡くなったものというふうに見た方がいいのかもしれませんし、はい、トヨタ、一方のトヨタがですね、もうもはや、ね、今新たな歴史を築こうかという 時の人になってきましたから、はい、山田がここでどうするかっていうのは、うん、非常に大きいですよ、はい、さあ、そしてその山田のこのマフラーホールドも定番であります。これは井上貴子の膝攻めっていう感じですよね、多分。貴子は苦しい表情、まあ、こういった締め技というのもですね、仮にこの試合貴子が勝ってもですね、ダメージが残ってしまうと次の試合勝つことができないという、この巴戦の妙といいましょうかね、そういったものがありますので、スバコ狙ってもしないですよね。まあ、長い時間この関節技を食っていると後々響いてくるというのが今日の第7試合オールパシフィック白いベルトをめぐる3人の女の戦いということになります。まあ、まさにベルト争奪ルールという、そういう感じですけれども、ロープに振った、さあトラスキックか、おっと逆に振って、あ、このキックはうまくかわして、ね、バックドロップホールド、危ない、カウント2、ああなったら山田がもう一回蹴ってくるの分かりますもんね、よくあれ避けたと思いますよ、はい、うん、さあ、まんまのまん満員のね、横浜アリーナのお客さんに大きな声で
アピールした後の円錐3連発か、飛んじゃうんですよ、真っ白になっちゃう。あポコッと、はい、今でも3発目は高くうまくかわしましたね。ああ高速ジャーマンだ、高速ジャーマン、危ない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 、山田の高速ジャーマン、高子あわやという一瞬だったんですけれども、さあ今度はニュートラルコーナーとトップロープ、ね、おっダイビングエルボーですね。トップロープでもあれですね、危ないレパートリー非常に多いですから、はい、山田選手、高子はちょっと防戦一方になってきた。おっとオーロラ、オーロラスペシャル、共にどうやら得意技を繰り出して、もういち早くですね次のステップへ進みたいというのがこの両者なんですけれども、早くもこれ第1試合からかなり消耗戦の様子を呈してきましたね。はい、まあエプロンサイドしてやったりというか、2人が消耗すればするほど有利になってくるのがレジー・ベネットということになります。2戦目からっていう人はとにかくなるべくここでね、はい、なるべくこうこの2人がですね潰し合いをしてくれればですね、スズスズっとこうタイトルをですね取ってしまうという、なんでしょう、あブレーンキックでしょうね、ダイビングブレーンキックですね、はい、ダイビングブレーン、あやはり高子の目生きてましたよね。あ膝十字だ、膝十字危ないぞ危ないぞ、山田危ないぞ、これはガッチリ入っている、ガッチリ入っている、山田危ない危ない、山田危ない危ない、ロープまで手が届くか、ロープまで手が届くか、ガッチリ決まっている、強烈サンボの膝十字だ、おー危ない危ない、非常に高子らしかったですね、はい、完全にね山田のブレーンキック見切っての膝十字ですからね。あー今度は膝への、膝にドロップキックって本当に流行っちゃいましたねこの技ね、はい、痛そうですけどね。あこれはジャガー式バックドロップですか、足を抱えて危ない、円錐にいいですか、円錐にいいですか、うん、お互いどうやらもう視力を消してですね得意技の連打に行くんでしょう。うまくタイミングを測って円錐、あこれも山田の目は生きていた、先ほどのですねダイビングブレーンキックと全く同じような裏返しという形になっているんですけれども、今度はあんなのもらったら大変ですよ、危ない危ない、あリングサイド見ているレジの元に今高子が場外戦を挑もうというところ、あこれはどこまで行ってしまうのか、今日の高子はやはり激しさ、膝かな、厳しさ、そういったものを前面に出していく非常な攻撃か、山田の膝徹底的に焦点を絞っての戦いであります。あっと場外でののど輪落とし、山田が今場外マットでちょっと後頭部を抑えている、ちょっと劣勢は山田敏夫、まだまだ多分元気ですねこれね、かなり消耗したかと思った、あー円錐に危ない、まあ山田も引き換えたが危ない、すごい攻防になってきた、あー俺はスペシャルだいぶ崩れたぞ、しかし足は持ってますね、はいホールホール、あーカウント2、これ勝負早いでしょうね、あーもう一度と勝負、もう一度円錐2だ、もう一度円錐2を狙うのか、円錐2が完璧にヒットした、これは山田危ない、高子スリーカウント取った瞬間にこんなところかけんなって、登るとき滑るって、すぐに始まっちゃうわけですね、いやいやいや間髪入れずですよ、はい、これはちょっとレジ圧倒的に有利ですね、あー山田敏夫、山田平気でしょうかね、あー無念の敗退ということになりましたけれども、まあしかしですねこれ
高子が勝ってしまえば決まるのじゃあ、レジラック、レジラックいきなり、オーコングとともにレジラック、危ない危ない。井上高子、あすごい。なんですか今のは。今のは天山スペシャルじゃないですか。うわー、ボディープレッシャー。恐ろしい。すごい。危ない。危ねえ。もう満を持しての登場でしたねこれね。何やってもフォール取れそうじゃないですか。あ、いけいけ。オーロラですか。重そう。いやいやいや、やはりこの体重ですから。この辺りは諸刃の刃になってしまうわけであります。この着ている水着今日多分新しいと思うんですよ、はい、これなんかデビーマレンコなんかと同じデザインだと思えないですねこれ違うもの着てるような感じ、はいはいはい、あ青のトップロープこれはどうでしょう危険な攻防ですけれどもああ喉落とし喉は決まったみたいですねなだれ式の喉落とし、ええ、なだれ式の喉落としレジ危ないぞ危ないぞおお危ない危ない入ってるぞうかつにですねこのトップロープの攻防というのはですねレジ自分の巨漢があだになるというね展開にもなりますので気をつけなければいけませんでも高子はこれ第一試合山田とあの死闘を演じたとは思えないぐらいこのまだ体力余ってますよねこれねまあそれにうわそう何ですか今のは一応ラリアットラリアットだったんですか今、ええ、うわなんかすごい音しました、ね、今面白いですね、あスプラッシュが見られるやばいやばい危ない危ない危ないあこのバージョン内臓破裂か内臓破裂だ危ないオーマイジーザスクライストという感じするのよく跳ね返しましたよよく跳ね返しますね井上貴子もいやいやいやまだ貴子もヘロヘロだヘロヘロだあレジーラックだこれは決まったかこれは決まったかこれはもうちょっとねあ強いあまりにも強いですレジ強いですレジこれは強いもうこれ1試合やった後ですからねしかもあの序盤戦のパワースラムコパイヤマンズキャリーの複合、はい、あれはインパクトありましたねおっと今度は山田敏夫今の試合が短かっただけにね山田 この回復度ってのはよくわかんないですけどもねインターバルなしでしたねなしでしたよ井上貴子せっかく勝ったのにもう負けちゃって、まあ、山田にしてはただこの蹴りがありますからねひょっとしたらひょっとするという可能性もありますけども大きくてわかりやすくていいですねレシーレシーはすごいベーダーですねあ本当にそんな感じですね女版ベーダ ーうまいうまいうまい山田のスピンキックがカウンターでレジーベネットの顎を捉えましたおーっといきなりダイビングブレーンかこれは完全に見切られてましたねレジーベネットがうーわーすごいベイダークラッシュですか本当に今のは串刺しのボディープレス分かりやすいですねこれ本当にもう一回ベーダーバリのあカウンタートランスキックあダイビングブレーン狙いますねダイビングブレーンこれは顔面だ顔面だ山田チャンスだあ惜しいなんであ惜しい惜しい嘘嘘それは無理でしょうそれは無理だろうそれは無理でしょう潰されてしまったリバースゴリースペシャルボムもう一回狙うのか無謀すぎるぞ山田敏夫無謀すぎるぞ山田あ逆にええまさかあ危ない危ないなんか衝撃ありますねどよめきがおって何が起こるか分かんないから回し蹴り後ろ回し蹴りおいやいや危ないぞどうでしょうレジはやっぱりこの一発のカウンターとかで一瞬のこれ無理だって思いますけど、ね、南さんが今机を思わず叩きましたけどもいいから上げろいいから上げろだけどよくても上がらんとという感じですけどあーやられたやばいやられたすごいですねこの技この技すごいですね、上げろ危ないうん南さんちょっとド迫力の展開になってきましたね、これね
うわっ、また行く、逃げろ逃げろ、ボディープレスが120キロが降ってくるぞ。あーあーすごい、ラグは十分、あー返した、山田返した。辛そうですね山田ね、かろうじて返してるだけで表情が辛そうですよ本当に。あーもうロープに走るのもね、あー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 すごい、なんか面白い、もう分かりやすい、これで勝っちゃうじゃん、いいんですよね、レフリー、ええ、いいんですよね、そうです、そうですよね、レフリーにどけっつうのもいいですね、はい、あ、トップロープバージョン、嘘、やめてほしいな、これ反りがいい、山田危ない、避けて、うわおおすごい、今もんどり打ってね、吹っ飛びましたレジーベレット、すごいことになってきた、円髄か円髄か、あー叩き落とされた、なんてしぶといですら、レジーもしぶといですね、はい、まあずいぶん前だとレジーのこのスタミナというのが疑問視されてましたけれども、どうしてどうしてね、これ2試合目とは思えないこのスタミナ、あなんか壮絶な試合を、壮絶な試合展開、この巴戦、あーもう1回レジーラックか、あーもうなんか変形、あ今エルボーに、あーうまく体重を移動して、おあーうまく固めたぞ、あーうまいうまいうまい、あーいやーこれ面白くなってきた、ああこれでまた高子帰ってきましたね、これでまたどうでしょう高子の回復度ですけれどもね、お愛好だって思ってるんじゃないですか、でもちょっとこれきついでしょう、ああ高子と山田だ、高子と山田どうなってしまうんだ、ああブレーキック、山田もおおすごい、どこにこんな体力が残っていたのか、危ない、休めないけ、休めない、山田もですねレジーの一瞬の逆転ホールでこれ一回ありましたよ、とにかく、うん、あリバースをうまく肩車で返していった、うん、よもやの敗退はレジーベレットか、あリバース、うあうまい、うまく腹筋を使っての丸め技、ローリングクラッチホールドカウント 2.9 ぐらいまでいったか、危なかった山田敏夫、へそ投げのバックドロップ、うわ、うん、ダイビングブレーンキックで早々とね、うん、勝負に出たんですけれども、ああ今あ足がちょっと引っかかってますか、さあ場外だ、場外、場外戦を挑もうというところ、あ山田どうやら、高子はどうやら山田の足を狙ってますよね、これは先ほどの最初の試合の時と引き続き山田の膝を狙っていこうというところでしょうか、うーんまた広い広いこの横浜アリーナの場外、どこまで行ってしまうんでしょうか、また椅子に叩きつけて、あー場外でこんなところで膝十字固めをやっている、どうなってしまうんでしょうか、山田の膝、左膝今爆発寸前、次元爆弾のですねタイムコールが今刻々とその山田の膝の上で鳴っているような、そんな感じがいたします、まああれですね、山田も田中選手も今体力的にはお相手っていうところじゃないですか、はい、場外でですね今場外で山田が膝十字を長時間これ食らいまして、山田の左右膝は大丈夫でしょうか、この巴戦本当スリリングなものになりましたね、すごいですね、いやこれ選手にとっては辛いでしょう南さん、そうですね、もうむちゃくちゃ辛そうでしょうこれ選手、一つ勝って一つ負けてるうちは永遠続くんですよ、はい、今のところそうですよね、そうですよ、まあ今これで山田がとにかく高子に勝てば、今ちょうど放送席の真ん前で高子が山田の膝にキック、うんちょっと苦しそうなのは山田としよう、ああ円髄2位ですか、円髄2位ですか、円髄2位を狙うか、円髄2位、あうわ2位に2位を落とした、あそして膝十字、危ない山田としよう、危ない
リング中央、これはもうバッジキュースか、山田の膝は大丈夫か、これはもうダメでしょうか、もうダメでしょう。あーしかしロープ、あー危ない、サードロープエスケープ、よく逃げましたね今山田。あ今胴体ですか、あ今顔の上に山田が落っこってきたんですね、高子の、はい、だ投げが不十分だったのか、はい、空中で踏ん張ったのか、そうですね、山田面白い落ち方というか、あどうやら両者ともかなりの消耗戦、ああこういう技が決まるんですよね、危ない、なんか回転物っていう気がしてきました。もうやはり両者とも消耗ですから、一瞬のこの一瞬こう気を抜いた隙にスリーカウントすぐ入ってしまいますんでね。どうしてもあの井上貴子トップロープからの2にこだわりますね、はい、いやいや今痛めてる方の足ですよ山田、満身創痍のこの山田自ら痛めている右足を使ってキック、そしてギロチンドロップ、いよいよフィニッシュか、リバースゴリースペシャルはここはよく見ていて膝十字、この高子の必要な攻撃は一体何なんでしょうか、やっぱりしつこいレスラーなんじゃないですか、このね、なんて言うんでしょうか、まさに蛇のようにしつこい、絡みついたら離さない、なんというか女の執念か、このしつこさちょっと私たちにはね理解しきれない部分もあるんですけれどもね、さすが井上貴子、自信を持って試合をやってますね、はい、あの貴子選手特に、山田がちょっと苦しそう、あれ要注意だったんですよね、はい、広回しのタイミングがいいですよ、あリバースゴリースペシャル、リバースゴリースペシャル決まった、スリーカウント、斉藤さん、何がやりたいっていうような感じですよね、山田が取りましたけども ね、はい、最後はまあ一撃必殺リバースゴリースペシャルボムでしたけれども、まあその前のちょっとね、あの回し蹴りが、はい、あれがポイントだと思いますね、はい、高子の不意をついたようなそんな形でしたね、お今レジーがリング上ですか、あー今ね両者健闘をたたえての高子と山田、あそしてレジーも今、3人の死闘を、ね、繰り広げた選手が今リング上、見事総合戦で勝利しました山田俊夫選手に福島より認定証をお持ちでございます、認定証山田俊夫殿、あなたは横浜アリーナで行われた 3WA 並びに全日本女子プロ協会認定オールマシキング選手権王座決定ともえ戦で勝利チャンピオンとなりました、ここに認定したチャンピオンベルトを送りその栄誉を与えます、ご清聴ありがとうございます、さあ今山田の腰にですね白いベルト、そして認定証、敗れたレジーと、高子が今控え室へと花道を戻っていきます、宮部選手ね、はい、割とこの白いベルト赤いベルトっていう言い方がありますよね、はい、ですが白いベルトっていうのは大事にされそうで割とあんまり大事にされないっていう部分がありますから、そう、こうやってせっかく取ったんだが山田選手はこの白いベルト大切にしてほしいですよね。